ブラフマンの敏郎さんです。2012年のね、ノーニュークスというフェスティバルで、初対面だったんですけど、本当に乱暴な男だなと思ってね、なるべく持ち寄らないようにねしてました。僕怖いから襲われそうで、ガタイもいいしね、背も高くて喧嘩したらすぐ負けちゃいそうなんで遠巻きにしてたんですけど、顔も赤いし、いつも実はね本当に優しい男でね、これがね話してみて分かったんですけど、熱いけども優しくてね、なかなかいい男だと思いますよ。いい話をしてくれました。ぜひお聞きください。こうやって二人でね話すのもほとんど初めてに近いんですけども、はい、敏郎さんです。俺あれですよ、だって2012年のノーニュークスのイベントの、はい、打ち上げで、最後教授に怒鳴られて以来ですよ。どうだったっけ、はい、俺が教授が乾杯の挨拶するときに、ずっと俺が夜ない、夜ないって言って、うるせえこの野郎って、うるせえって言って言って、最近あんまりどうなったりしてないんだけど、あれ楽屋帰ってからメンバーに褒められましたからね、世界の坂本に褒めとなられたぞ。面白いですね。ありがとうございます。でもそうそう、もう初対面の時はね、ステージ脇でね、リハの時だったのかな、サウンドチェックなのかな、いるよいるよって言ってたよ、初対面で俺のこと。そうそう、いるよいるよ、いるよいるよ、なんだいるよとか、それいるでしょ、言い出しっぺなんだから。だって画面の中の人で、なぜ俺たちもう YMO と対バンすることになったのかなんとなくわからない状態のまま来てしまったので、本当にいたと思って。敏郎くんもそう言われてるんだよ。言われてますかね、いるよって、歩いてるよ、誰目だろうとかって思うかもしれないけど、酔っ払ってるよみたいな、ね、しょっちゅう酔っ払ってる、しょっちゅう酔っ払ってます。俺今日炭鉱ここ触ってもらっていいですか、これちょっとさ、あれ見えるね、これもわかんないんです、わかんない、昨日渋谷で飲んでて途中までは覚えてて、ロックバンドなのにすごい動機を使ってるバンドに、全然グルーヴ感じねえよみたいなことを言ったあたりまで覚えてるんですけど、そこからこの炭鉱部は謎なんですよね、乱闘になったのかしら、わかんないですね。気づいたらもう家で寝てましたね。でも家に帰れてよかったですけどね。よかったです。あれ、お父さんなんですか。パパですね。はい、小学校2年生と1歳半の、本当、男が2人います。男が2人、はい、そう、福島も何度も行ってるでしょうし、ね、震災の復興を一生懸命やってるんですけど、東京も場所によってはこう線量が高いなんて、そういう情報もあって心配じゃないですか。心配なんですけど、でもなんかやっぱ一緒にいたいですね、家族を、ほんで俺、まあどこまで言ってあれなんですけど、やっぱり前の彼女みたいな子がいて、その子は俺の友達の奥さんになったんですけど、その子がやっぱちょっと環境的に意識が高い子だったので、震災あって原発爆発して、20日ぐらいにすぐ友達たちとハワイに行ったんですね。そしたらオアフの空港で、ここの動脈バツンっていって、そのまま死んだんですよ。もうだから俺、それが3月20日ぐらいだったから、あの東京の中で崩れ落ちて、もうそういうことがだらけで、あと避難先付け、子供が車にひかれたっていう、そのまあ近いところの友達もいて、だからまたちょっと別だなと思って、疎開するっていうことと、だったら俺子供に聞いたっすよね、正直どうする、行けるよ、俺友達いっぱいいるから、一緒にいることもできるけど、どうしたいって言ったら一緒にいたいって、子供がまあ小学校1年生だったら言ったんで、幼稚園か
だから子供の意思をこう尊重したかったっつうか、まあ、当然あのお母さん奥さんともねそういう話はすごくされてると思うけども、はい、奥さんはどうやっぱり心配してます、気をつけながら生きてるって感じ。うん、やっぱりちゃんとこう検査したものとかを、うん、やっぱ野菜を買ったりとかっていうのをすごいそれからしてるんで、うんうん、気は使ってるんだろうなとは思いますね、うん、まあだから東京にいてもそうなんだから、福島やねそのまあいろんな事情で避難できない人もたくさんいるわけだけども、本当にねその親のなんか痛みっていうのも本当にねちょっと想像できないよね。苦しいっすね、すんごい本当に福島なんかは特に、うん、そういう人たちに何かできることがまあ一生懸命やってるんでしょうけど、どういうふうにやったらいいですかね。どうなんでしょうね、一生福島とも付き合っていかないけど、僕でも実家が茨城なんで、ああ、はいはい、もはや片足突っ込んでるというか、うんうん、でうちの親なんかは野菜をやっているので、もろですね、もろですよね、もう売り上げは戻って全然ないしっていう、うん、うちの親父もやっぱちょっとへこんでるというか落ち込んでるんですけど、うん、報道されてないことがありすぎて、うんうん、茨城の農家でも自殺してる人とかやっぱりいっぱいいるので、うん、やっぱとにかく自分の場合は現地行って、うん、見たものを自分なりに発信していくっていうことが、例えば西の友達なんて、うん、東北の地震を四川省で起こった地震みたいに見てるわけですよ、分からんのですよね、そうですね、距離感がな、うん、ありすぎて、そうなんですよね、うん、僕らもあの神戸の地震の時はね、はい、大変だと思っているけどもやはり距離はありましたよ、正直に言って、ね、うん、だからまあそうだろうなと思いますよね。やっぱりその福島っていうのは英語の中でも海外でも有名になってしまったしね、まあ不幸にも、うん、であんまり福島福島っていうと福島だけの問題のようにみんなが思っちゃうという、うん、そういうジレンマもあってね、はい、本当におっしゃったように関東もね線量も高いとこもあって被害も受けてるわけなんで、はい、まああまり福島だけだから逆に東京は関係ないわと言って思ってあの安心してほしくないなとも思うんですよね、うんうんうん、福島以外のその被災地、まあ、岩手とか宮城とかもよく行ってるんですか。よく行ってますね、うん、あのバンド仲間とライブハウスを作ったんですよ、うん、作った、はい、岩手県の宮古市っていうところと、はい、大船渡市っていうところと、うん、宮城県石巻市っていうところに3つこう45号線ってあの、うん、海沿いに、うん、うちのPA が中心になってライブハウスを3つ作りまして、で全然まあキャパ的には200ぐらいの小さいとこなんですけども、うんうん、でやっぱその45号線をこうバンドマンが回れるように、そして、ね、残骸をこう見て、うん、またはその全国のそのバンドが好きなファンの子がまたそこに来て初めて東北に触れてみるっていう機会になるんじゃないかなと思って、そこに力入れて結構やってきたんですけども、だから三陸と触れ合うてるとすごい楽しいんですけど、やっぱ福島はちょっとまた別個な感じがしますね、うん、ですね、うん、あでも偉いね。で福島もそこに野外今音楽堂を作る、その流れでもう一個作るっていうのは、あの柳内道彦っていう、はいはいはい、風太郎、そうそう、金髪の、うん、俺と一緒にこうまた組んでちょっとやってるんですけど、福島どの辺ですか。福島市宮は白子の方、ああ会津の方はねだいぶ線量も低い、低いですね、うん、だからね、うん、福島って大きいんですよね実はね。大きいですね、中通り浜通り、ね、会津地方で、ね、3つにね分断されていて、歴史的にもねあのカルチャーも違うんだっていう地元の人は言いますけどね、うん、仲良くないですからね。そうなんですよ、ね、海沿いの方の人とこっちの方の人、うん、あいつらよとか言ってて、うん、俺から見たらみんな田舎者なんだけどなと思って。いや茨城はそんな変わんないじゃないですか。何言ってんすか、茨城は関東ですよ。そっか、はい、東北じゃねえ、北関東ですよ。栃木より俺はね都会だと思ってるんですけど、栃木のやつも同じこと言うんですよね。どっちもどっちだあいつら。